밥 먹은 지 얼마나 됐다고 얘기를 또 오나. 들어가 봐. 아, 투명 의자 한 게 아니구나. 의자를 거꾸로 앉은 거구나. 왜 그러고 왔는데? 언제 일어났고? 아사카, 오르골의 中だったとはね. 일부러 안에 놓고 나 몰라라 한 걸까? 정말 까먹은 걸까? 누가 숨긴 걸까? 君が 謝る 거とじゃない. そう. アシュレイが見つけてくれてよかったよ. 일단 미안하다고 하고 난 줬다 이래야지 나한테 불똥이 안 튀지. 근데 와케 와칸나이요네. 아이츠 난데 こんな 것도. 한숨만 푹 쉬냐. 엘리자베스가 안나 낙토고 久しぶりに 見たな. 토미, 엘리자베스니 뭐니 했다노? 페드리 빠갔나? 뭐니 때? 俺だって, 마사카 아이츠가 안나니 낙토와 思わなかったし. それに, 아이츠가 안나 것도 言うなんて 思いもしなかった. 서로 페드리 빠갔나? 俺が 난데 練習に 来ないのかって 問い詰めたら, 엘리자베스, こう言ったんだ. 気分が乗らない。歌っても楽しくないからだって。そんなの嘘に決まってんじゃん。エリザベス、あんなに歌が好きなんだから。노래를 좋아한다. だから、つまんねえ言い訳するから俺、頭に来て怒鳴ったんだ。本当のこと言えって。容赦なくね。そしたら、 あいつ目に涙を浮かべて言い出したんだ。もう無理して自分に付き合わなくていい。分かってる。本当はみんな私のこと笑ってるんだろって。はあ？エリザベスのやつ、どうやら自分は歌が下手だって思ってるらしいぜ。 아니, ビティッキ질까지있는거야? やだ、あの子、何言ってるの? な? バカみたいで笑えるだろ。 まさか、笑ったの? 笑うかよ! 悩んでる仲間を。 でも俺がいくらそんなこと誰も思っちゃいないって言っても、 エリザベスのやつ、全然信じなくて泣き出してさ。 あんなことになっちゃったんだ。 ああ。 いやー、보통 호감군 이게 아니었네。 비티기질까지 있다고。 노래를 좋아한다는 어머니 따라서 그렇게 된 건가? 들어봐야지 일단. 엘리자베스는 そんなに 노래가 好きなの? 응. 子供の頃からね. 私 覚えている. あの子が ママの オルゴール 聞きながら とっても 楽しそうに ハミング してたこと. 今だって たまに それ やってて。 その時の顔、子供の時から全然変わってない。ただ、それ見られるのは嫌がるんだけど。うん、ちょっとわかる気する。진짜 피곤하네。エリザベスはね、歌が好きで、ママの歌も大好きなの。でもさ、お前に言ってたぜ、あいつ。私はママみたいにはなれない。 뭐 자기가 벽을 느낀다는 거야? 뭐 여태 들은 얘기만 봐서는 그런 것 같은데. 엘리자베스, 本当に 歌가 下手なの? そんなこと全然ない! いい歌歌う! 個性的で, イケてる ボーカルだ. でも, エリザベスは 本気で 下手だって思ってる。 なんでだろう? わからん。どうしよう。コンテストの応募の締め切り、もう迫ってきてるし。
ボーカル不在じゃエントリーもできないよ。諦めるか、コンテスト。いや、コンテストは絶対出る。だったら練習に呼び出せよ。メールとか来てないのか。来てない。ってことは電話しても出てくれないだろうな。エリザベスの歌、これに入ってるんだよね。聞いてみる？いいの？누구들이뭔데들으래궁금하긴해どう？悪くない。んっていうか、かなり好きかも。나만못들었어？だよね。응？뭐？エリザベスの歌。애가돌고래인가？想像と全然違うね。나한테는안들리는주파수로불렀나？歌うと別人だろ。응？すごいギャップあるからびっくりした。こんな歌い方と声、初めての感じ。あいつの歌には世界があるんだ。テクニックとかじゃなくて。ズシンとハートに響く感じだよね。そう、それ。뭔설명이그래。もしもし。ああ、毎度どうも。はいはい、いつものやつですね。少々お待ちを、すぐに届けますから。はい、ちょっと出前に行ってくる。留守番頼むぞ。はい。자연스럽네근데쟨알바로안가나나지금가려놓자파파의코테지에마슈가待ってるんだ分かった音楽プレイヤーのことは任せて悪かったな面倒に巻き込んじゃってまたなアシュレイ気をつけて帰れよじゃあね二人ともあい근데아까뛰어나갔잖아얘마슈이얘네이거신발신고들어오고그래가지고이제여기현관에신발없으니까있나하고여기까지올라가야되잖아번거롭게쓰리 문단속도안하고나간거지지금마주망할놈아래여기니뭐이나뭐훔쳐온거없나확인하자どっか出かけちゃった아래마슈의파파의가방広げっぱなしじゃんマシュ、何か探してた？ん？これって、旅行写真みたいなことね。マシュのパパ？それにその隣に写ってるのって、これジョン・スミス？こっちの写真は人魚の像。昔は観光客もいっぱいいたんだね。あ。時計台の前にも誰かいる。これチェックねら。ジョン・スミスとさっきのおばあさんだよ。まさかおばあさんジョン・スミスのことを知ってた。きっとこの写真を見てマシュー出て行ったんだ。一旦カバン챙기고。나도따라가야돼。바쁘네。そういえば사유지를금방오겠다싶긴했는데어토끼다쓰레기아니뭘이제와서쓰레기야배달이여기였구나아슈리보브보브何驚いた顔してる俺は出前の帰りささっきの注文、ここの家の人だったの？ああ、店に来る気はないが、出前なら食べてやってもいいそうだ。素直にサーモンライスバーガーが大好きだって言えばいいのにな。あ、不便ね。ところで、お前さんは何してんだ？マシューを探してるの。多分、おばあさんの家にいると思うんだ。おばあさん？ああ、シャーロットさんか。
そうだ、シャーロットさんを訪ねるなら忠告しておくよ。シャーロットさんを怒らせないためには心得が必要だ。心得？ああ、まずその一つは、シャーロットさんを呼ぶときは絶対におばあさんと言わずに名前で呼ぶこと。あ、うかんかね。それからシャーロットさんには娘のオリビアについての話と、オリビア時計台についての話は絶対にしちゃいけない。저기따님이시계탑에서무슨일이있었나봐요이렇게물어봐야겠다그럼どうしてシャーロットさんに時計台の話をしちゃいけないの？あの時計台には嫌な思い出があるからだよ。嫌な思い出？まああの時計台はシャーロットさんの父親が作ったものなんだ。おう、ベンジャミンという人で、とても腕のいい時計職人だったそうだ。だからシャーロットさんもあの時計台を大切にしていた。でも5年前にあんな事件が起きて、時計を止めることになってしまった。あんな事件って？あれは俺も思い出したくない悲しい事件だ。とにかくその事件の後、シャーロットさんは時計を止めて、時計台の入り口に鍵をかけてしまったんだ。그냥대놓고나는이사건으로인해서과거에묶여서는그런인간이될거예요 느낌인데 왜그랬을까샤롯토さんには娘さんがいるの？ああ、駆け落ちして家を出たオリビアという娘がいる。駆け落ちってドラマみたいだね。そうなんだよ。オリビアは一度結婚したんだが、うまくいかずすぐに家に戻ってきた。で、そのオリビアに好きな人ができてね。また結婚したいと言い出した時、シャーロットさんはそんな男じゃまた不幸になるだけだと猛反対した。オリビアはそれでも相手の男と一緒になりたくて、駆け落ちしちまったらしい。へえ。それ以来シャーロットさんは娘のことを一切話さなくなった。행동력은기가막히는친구였나보네。갔다왔다갔다。オリビアさん、どんな人と駆け落ちしたの？湖のほとりに移り住んできたギルバートっていう写真家だ。おお、いいやつだったよ。オリビアとは店に来たこともある。でもシャーロットさんにとってはダメな男でしかなかった。マシューが地下に隠れてた家、あそこに住んでた人のことだ。ありがとうボブ、いろいろ教えてくれて。ああ、三つの心得忘れるなよ。うん、じゃあな、あの坊主とまた店に来いよ。들으면서가만생각해보니까굳이알려주지만않았으면주의할건덕지도없었을것같은데초면에그런얘기를다꺼낼까？응？ 아, 프린세스そうか、おいしいかい？シャーロット・グレイアム。あの、こんにちは。ん？またあんたかい。何しに来たんだ？この犬、あんたの犬かい？いえ、知り合いの犬みたいで。そうかい、やっぱりお前迷子だったんだね。数日前からこの辺りをうろうろしていて、お腹を空かせていたから時々餌をやってたんだよ。あ、プリンセス、ちょ、トンチクンゲイロナメヌン、ムソンデ。何、どうしたの？うちの中に入れって言ってるんだよ。ええー。おいでるばそ。早く入っておくれ。
あの子、あんたの連れなんだろ？감금당했나큐큐예보이냐집이책도색이다마른것같고어마주어こんなとこにいたんだ왜이렇게예절바르게앉아있는것같냐こんなところで悪かったねそうだよ失礼だよアシュレイマジすみません私そんなつもりで言ったんじゃ冗談を真に受けて謝られたら迷惑だよ冗談それより何か飲むかい한랜동은그냥할머니인데아유애가빼밖에없네하면서おいしいよ먹어라먹어라먹어라じゃあ私もそれをそこに座ってお待ちはい큰일났네저녁까지잡힐게생겼네이거아슈레이고멘僕のこと探した응あっちこっちねあのね僕見つけたんだよあのサングラスの男が黒幕の証拠わかってる君があの写真見つけてあの人を探してここまで来たことでもシャーロットさんに聞いたらサングラスの男なんて知らないってそれで勝手に畑に入ったことごめんなさいって謝ったらお茶でも飲んでけって言われてさごちそうになってたそうだったんだねはいお待たせ정말이과하게큰데いい匂い自家製の紅茶だよ맛있겠다いただきますおいしいねっ뒤에걸린사람들은누구지ワインジェに저렇게많은필요가있을까この部屋のインテリアすごくいい感じですなんかあったかくて懐かしい感じがしてああその辺に置いてあるものは全部私の手作りだよこれが手作り？すごい！シャーロットさん、何でも作れるんだ。そういえば、この子の父親のマイケルもここに来たとき。マイケル？あんたと同じようなことを言ってたよ。パパが知り合いだったの？넌여태와서근데이런것도안물어봤니마슈의パパは여기来たことあるんですか오あるとも何度もねそれにマイケルのことなら子供の頃からよく知ってる本当ねえパパのこと聞かせてマシュあんたのパパのマイケルはね子供の頃からやんちゃでよく畑に入り込んで遊んで私に怒鳴られてた僕と同じだ、でもそのやんちゃは大人になっても変わらなくて仕事も続かなくてフラフラした暮らしを送るようになってたどうなるかって心配していたらなんと宝くじなんてもの当てちまって인생한번そこからリゾート開発の会社を始めてねびっくりしたよあの子が会社の社長だなんてそれに私は反対だったんだこの湖を観光地にするなんてことでもマイケルはなんであんなことに必死になってしまったのかね結局湖の汚染のことで町の人たちに叩かれて会社は倒産しそのせいで子供にまで悲しい思いをさせて違うよ僕悲しくなんてないよシャーロットさんパパは悪くないんだ悪いやつが
全部パパのせいにしたんだ。そうかい、マイケルを信じているんだね。그럼자기아버지인데안믿을수는없지뭐그당연한소리라고있어湖の汚染で知ってること教えてください。あれは5年前のことだったかね。リゾート開発が進んで観光客が増え始めた頃、湖の水が汚染されているらしいという新聞の記事が出たんだよ。今考えるとあれはおかしかったね。何がおかしかったの？実はね、この辺りの人間はマイケルがジュリエットレイクでリゾート開発を始めた時にはみんな大喜びだった。ところがね、記事にはクルーソーリゾートのことなんて一言もなかったのに、不思議なことにいつの間にか湖の汚染の原因はクルーソーリゾートにあるということになっていたんだ。え？湖の汚染の原因がクルーソーリゾートだとの噂はすぐに広まって、集まり始めていた観光客もあっという間にいなくなってね。その途端、開発に賛成していた人間たちも開発反対に寝返って、あれはまるで何かに操られているみたいにおかしなことだったよ。歴史ある湖を守れ、クルーソーリゾートは出ていけって、みんなこの湖のことをずっと守ってきたような顔をして言ってたけど、私からしたらみんな後からやってきた人たちでしかないさ。シャーロットさんは疑ってなかったの？当たり前さ。そりゃあリゾート開発のことでは私とは違う考えだったけどね、何度か私の様子を心配して会いに来てくれたマイケルは昔のままのマイケルで、自分の目的のために悪いことを平気でやる、そんな人間じゃないって知ってただけさ。小さかったお前を見る目も優しかったしね。小さかったって、シャロットさん僕のこと知ってるの？그러면좀마을연장자로서한마디만거들어주지그거를お前はマイケルとここへ一緒に来たんだ。강건너불구경만했어인심봐라お前は忘れちまったようだがね。年と5年밖에안된걸잊어먹었대。뭐야얘。僕も一緒に来たことがあるって全然覚えてないよ。小さい時のことだよ。覚えてないのも無理はない。6歳だな、지금。確かあれは時計職人だったうちの亭主が亡くなった後だった。それまで亭主がやっていた時計台の修繕を外に頼まないといけなくなって、その費用のことを悩んでいた時、突然マイケルが訪ねてきたんだ。まだ小さいお前を連れてね。その時に僕来たんだね。そうだよ。そしてその時マイケルはこう言い出したんだ。時計の修繕費を自分に出させてもらえないかってね。マイケルが私を助けてくれようとしたのは嬉しかったけど、つまらない意地なんだろうね。私はその申し出を断ったのさ。マイケルは寂しそうに分かったと私に言って、それから私が焼いた木いちごのケーキを食べて帰ったんだ。나도죠。僕もそのケーキ食べた。나도。食べたよ。とても美味しそうにね。木いちごのケーキ。あ、僕思い出した。うん。パパとここでそのケーキを食べてパパの車に乗ったんだ。그리고
その後パパがお仕事あるから待っててと言ってどこかに寄って、そうだよ、パパの車で買ってもらったミニカーで遊んだよ。そうかい、そんなことを思い出したのかい。うん、パパとここに来たこと思い出した。でもそこから先は思い出せない。マシュ、無理に思い出させて悪かったね。思い出したくないことは無理に思い出さなくていいんだよ。うん、思い出さなくちゃいけないんだ。何か思い出せていないから僕はパパを見つけられていない、そんな気がするんだ。マシュは、シャーロットさん、マシューのパパと最後に会ったのっていつ？もう長いこと会ってないね。最後に見かけたのは例の噂が広まった頃で、その頃にはマイケルはもうここには来なくなっていて、クルーソーリゾートが倒産してからの消息は知らない。マシューは5年前にいなくなったパパを探しているの。そうなのかい？うん、僕パパを見つけてパパの濡れ衣を晴らしたいんだ。アシュレイは僕と一緒にパパを探してくれているんだよ。それは大変だね。シャーロットさん、僕パパを探すために時計台に行きたい。え？なんだって？あ、マシュ、時計台の話はダメだって。まずい。どうして時計台に行きたいんだい？あそこにマイケルはいないよ。それは、僕時計台のことで何か忘れてることがあるんだ。だからそれを思い出したい。そうすればきっとパパも見つかる気がしてる。本当にそう思うのかい？思い出すのは少し怖いけど、僕本当のことを知りたいんだ。シャーロットさん、お願いです。時計台を調べさせてください。私マシューと話したんです。真実を知ることは悲しいこともあるけれど怖いことじゃないって。なかなか生意気を言うね。わかったよ、時計台を調べるといい。ただし、감사합니다할머니、해야지。あんたたちが時計台の3つの鍵を見つけられたらね。時計台の鍵って3つもあるの？ああ、時計台には剣と月と花の紋章がついた3つの鍵がある。その鍵は私の家系グラハム家に代々受け継がれていたもので、グラハム家の人間がそれぞれ別々に管理することになっていたんだよ。ベンジャミンと亭主のロビン、そして娘のオリビアがね。でもロビンは亡くなり、オリビアも出て行ってしまった。ロビンが納屋に荷物をしまっていたのは覚えてるけどね。オリビアの鍵はどこにあるのかすら。三つの鍵は今どこにあるのかわからない。じゃあ私たちがその三つの鍵を見つけたら。勝手に欲しい。메슈는전작 D 마냥지금강한쇼크를받아서기억이묶인것같은그런느낌인데뭐그것도애슐리도마찬가지였지언제나지금아까 딴생각하고있어가지고열쇠어쩌고하는거제대로안읽었는데아참도깨다이는3つの鍵가샤롯토산의단나산과娘さんが持ってた鍵、
それどこにあるんだろう。旦那さんは納屋に荷物をしまってたって言ってたね。そっか、納屋から探してみようか。요거아니야바로앞에흑간검달꽃헛간치고는되게정돈된느낌인데시계더럽게맞네시계는다따로따로고시간이점은없다걸려있다시계탑모양이거누구봐도칼모양すごい응혹시かして안열려이거뭐있었나あれ몇시를맞춰야되는것같은데이자어디뭐힌트가있었나일단닫아봐시계탑을보고와야되나한번그럴것같진않은데4시25분3시52분7시20분제일각각이야그냥이스트동쪽가리키게뭐3시15분딱3시15분이되긴하나그게서랍은열어볼생각도없고아래쪽도마찬가지고하어디뭐일기같은게있었나일단3시15분이나한번해봐한참돌려야되는데안해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 확실하게힌트찾고해뒤로아흥이거뭐차에서떼온것마냥소나타에서다떼왔네 SN 저시간에만들면되는건가6시5분오른쪽8시15분저거겠지한번해봐조금만더돌렸으면됐다아유백로그야8시아예아니야자가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 자영락없이이거방향대로가싶었는데어흠이건뭐야1시30분1시30분내야된다는건가그냥아이골아파 W 집을생각은없네아이뭐야아또하기를썼어야돼 오케이다시보자이양쪽거는아니겠지이걸보고하는걸까일단해봐왼쪽이6시5분9시15분다시다시다시아이왜그쪽으로가여기돌려
시계바늘을 이 시간에 맞춰 떨 소리가 났다. もしかして 열리냐? 안 열려? 따라라랑 하고 뭐 울리는 그런 게 있나? 아 돌.. 아 이런 게 또 있네? 아하 아.. 아 번거로워 아 번거로워 얘는 6시 5분 돌려 아 엔딩을 말고 아 얘는 얘가 3시 20분 돌려라 돌려라 오케이 아 아니다 자 얘 더 가야지 이 시계 돌 줄 몰라 이제는 큰일 났네 이거 아 따야 됐어 요시 그 다음에 웨스트 힌트가 뭐가 있었지? 그냥 8시 15분 그건가? 내가 아까 안 했던 거야 그걸? 아니 몰라 왔다 갔다 하느라 정신이 없네 됐네 응 뭐 이런 장치가 다 있냐 근데 야다네 열쇠 검 열쇠 잘 깎았다 鍵あった。アシュレイすごいね。よく見つけたね。뒤에서안봤니？まあね。뭔생각하고있었던거야얘는？じゃあシャーロットさんに鍵見つけたことを知らせよう。응。가자。일단세개중에서하나는찾았고다른하나는아니다른하나둘어디로가야될지감도안잡힌다보고하다보면은아이걸찾았구나하면서또알려주려나순조롭게좀알려줬으면하는데난아좀앉아서기다리시지샤롯토산가기와미츠갔다는가이냠응쓰레기의가기가미츠갔다요오시에테그레테아리가토私は何も教えてないよ。お前たちが勝手に見つけただけさ。何ポングローラ。次はオリビアさんが持ってた鍵を見つけよう。シャーロットさん、何か鍵を探す手がかりないですか？そういえば、オリビアが温室に妙なものを残していったんだよ。花の絵のついた木の箱なんだが変わった作りでねどういうつもりなんだかアシュレイ音質を探してみようようんヒントは따박따박주니까좋기는한데좀한번알려주면안될까 이거했네다음은저거하러가라아유이것도하고왔어그럼저기또가봐응왔다갔다고생해이런느낌인데온실은이로들어간거구나들어가봐꽃모양뭐라고했는데상자뭐한가운데쯤있을라나우와아쓰괜히온실이겠네오리비아선出て行った時ここで何していたんだろうアシュレイ温室の中調べてみようよそうだね箱はどこにあるかな뜨뜻하게좋아보이는구만요즘갑자기봄늦봄날씨가돼가지고더울지경이던데아니지그건어제만그랬나오늘은또좀풀린다했었나아니뭐날씨가이래뭐박스안보이는데뭐에이이게뭐비닐포대같은거고자업테이블상자안보이
여기 좀 화분 옆으로 치우면 뭐 좀 보이나? 아 여기 밑에 있네. 아, 네네. 뭐 저런데도 누냐? 응. 네. 장미꽃. 오. 사. 어. 이거 자이로 써야 되는 그건가? 손목까지 돌아가게 생겼네 이거. X 누르면 센서 리셋. 알았어. 이런 건 그냥 대충 너무 세게 돌리지만 않으면 되니까. 아, 큰일 났다. 아. 아, 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 아. 밑 빠진 기계였어 이거. 하. 뭐하나. 이거 왜 안 올라? 아니 리셋이 지금 공까지도 위치가 리셋이었네? 아 세상에. 아휴 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 길을 베베꼬 놨어 왜. 아휴 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 얘 너무 빨리 가지마. 밑에 구멍 빠여있다. 아이고 뭐 마지막 기회다 생각하고 이제 리셋 좀 한번 하고. 아예 어디가 갈수록 못해지는 것 같아. 그러지 마. 저 구석자리는 꼭 들어가는 것 같네. 살살 내일 와라. 와라 좀. 아, 사면봐. 아우 힘들어. 아 손모가지 또 돌아가는 줄 알았네. 엄마에게 편지를 이렇게 주면 읽겠냐? 하우상에 대감이 꼴도 보기 싫어가지고 그냥 방치해 버렸나? 그래, 우리비아상가 놓고스타 대감이다요. 근데 샤롯도상 기토 기づいてない. 알겠니? 마시. この手紙 샤롯さんに渡しに行こう. 에? 鍵は どうするの? また様子でも早く渡してあげたいよ. 分かった. でも届けたらすぐ鍵を探すよね. もちろん. 편지 가기 전에 먼저 좀 읽어보면 안 될까? 궁금한데. 안 돼? 가비 아 좁아. 열쇠는 못 찾았을지언정 거지같은 미로 하나 하고 내 엄마한테 주려고 퍼즐을 만들고 거기다가 함정까지 파놔가지고 연맥일 정도면은 편지 보여줄 생각이 없었던 것 같은데 줘요 그냥. 불속성 효녀인데 그냥 갔다 왔다 갔다 그것도 그렇고. 샤롯도상 鍵は見つかったのかい？まだ見つからない。でもこれを見つけました。これはオリビアさんが残していた手紙です。きっとこれはオリビア。バッキョスへの何が書いてあったんだろう。ヤンマガン갑자기 뒷굽이 땡기나? 여기 뻗치나? 찢어버리나? 어? 읽어도 いいんですか? 이 편지는 영국에서 시작되어 그건가? 母さんへ 黙って出て行ってしまってごめんなさい。 でも話せば母さんは許してくれないと思ったの。私が家を出ることもギルバートとのことも。母さん、ギルバートを誤解しないであげて。彼は最後まで私を説得していたわ。母さんときちんと話をするべきだって。
悪いのは私。全部私が自分で決めたことなの。母さんは私を心配してくれただけなんだよね。私がまた悲しい思いをするんじゃないかって。でも大丈夫だよ。ギルバートとならきっと幸せな道を歩いていける。そう思ったから彼と共に行くことを決心したの。それとね、母さんに言えなかった理由がもう一つあるの。今私のお腹の中には彼との子供がいます。沈黙된銀行은맞는것같은데。彼についていくと決めたのはこの子のため。この子に悲しい思いをさせないために、幸せな家庭を育むために、自分自身で決めたのよ。今なら私も母さんの、母親の気持ちがわかる。집나가놓고서는하는말이엄마의마음을알아요?진짜불속성현영인데 집안나가고그냥여기서이걸잘설득을하고얘기를했어야지. 내가이해를못하겠는건가?いつかこの子が大きくなったとき、母さんがもし私を許してくれるのなら、その時はあなたの孫に会ってあげてね。この子におばあちゃんの顔を見せてあげて。体には気をつけて、いつまでも長生きしてね。行ってきます。オリビア。이런편지남기고오래사세요하는거는진짜뻑큐인데 와우보통아니야오리비아さん니아까짱가샤롯토さんおめでとう얘도뻑큐하는데 아소미타이다네오리비아せめて一言そう言ってくれれば。いや、私も少々意固地になってしまっていたのかもね。열쇠는鍵だ。거기서나오는거봐라。オリビアが持っていた花の鍵だ。手紙の中に入ってたよ。持っておゆき。いいんですか。ああ。オリビアの手紙を見つけて届けてくれたお礼だよ。ありがとう、シャーロットさん。ゴンヤッセ。アシュレイ、あと一つ鍵が見つかったら時計台に入れる。だね、頑張って探そう。うん。ふん、もう鍵は探さなくていい。ん?나한테있구나그래요뭐떼어유기아스키노카기다난다샤롯토산못떼단다하얗게못떼이가나이토기가가와루요오카리시마스이걸로끝아리가토샤롯토산아슈레이あんたがオリビアの手紙を持ってきてくれるとはね。おかげであの子の本当の思いを初めて知ることができた。ありがとう。よかったです。真実を知らずにいることは一番悲しい。まさか子供に教えられるとはね。最初の結婚がうまくいかず、オリビアがこの家に戻ってきた時、あの子はすごく傷ついていて、誰にも心を閉ざしていた。もちろんこの私にも。でもこの家に戻ってきて、ジュリエット・レイクの自然の中で、あの子の心は少しずつ癒されて、ようやく立ち直りかけた時、
あの男がここにやってきてオリビアに恋をしてしまった。オリビアは最初のうちあの男がどんなに言い寄ってきても相手にしなかった。あの子は人に愛されることに自信がなかったんだよ。でもあの男はオリビアを愛し続け、いつの間にかあの子もね。シャーロットさんはどうして二人の結婚に反対したの？私はオリビアの傷つく姿を二度と見たくなかったんだよ。私にしたらあの男のオリビアへの愛は都会に疲れてここに住み着いた男の一時の気まぐれだと思えた。だからあの子を守らなければと必死で反対したんだよ。あの子の気持ちを分かってやれずにね。でも今は心からあの子の幸せを祈っているよ。シャーロットさん、その気持ちオリビアさんに伝えたらいいのに。何を今さら。遅いよ。遅い？どうして？そんなことないと思うけど。電話とかいろいろ方法あると思うけど。連絡처럼모르겠지。でもね、ちょっとそれは。아니알아？わかんないな。おばあさんの気持ちって。あ。あ。いいよ。あんたから見たらおばあさんなんだから。アシュレイ、おばあさんだからこそ素直になるのに勇気がいるんだよ。難しいんだな。アシュレイ、あんたたちに頼みたいことがある。何ですか？時計台に行ったら止まった時計を動かしてもらいたいんだよ。私にもう一度時計台の鐘の音を聞かせておくれ。わかりました。やってみます。기회잡은금에제대로부려먹는구만。ほら、鍵も手に入れたんだから、そろそろ時計台にお行き。時計台の入り口は月の鍵で開くからね。はい。行こう、マジュ。입구에서하나올라가는중간층계에서하나시계뭐라해야돼마지막방앞에서하나뭐이런거겠지時計本当に動かせるの？どうかな。時計台の鐘の音か。もう何年も聞いてない。オリビア、お前はあの鐘の音が大好きだったね。이정도했으면시계탑앞까지직접보내줘도될것같은데이걸안보내주네。시작은달。そうだ。開いた。쫄마슈どうしたの？やっぱりなんか怖くなってきた。おまじないの言葉言おうか。真実を知ることは悲しいこともあるけど怖いことじゃない。アシュレイ、前もそれ言った。うん、これね。私の大切な友達が教えてくれた言葉なんだ。私はこの言葉に勇気をもらって、ママの事件の真実をちゃんと知ることができたんだ。僕もその勇気もらえる？絶対もらえる。도둑질하는데들어가는용기가더크겠다。真実を知ることは悲しいこともあるけど怖いことじゃない。あ、닮았어。
옷만 봐도 헤어스타일만 반대지. 디, 마시오, 마모테. 귀신 들리는 소리라고 있네.